長谷川豊の本本気論本音論音チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊です、えー、この長谷川豊の動画配信チャンネルではですね長谷川がどういうことを考えているのかどういうふうに日本を変えていきたいのかっていう意見とかも少しずつ話をしていこうかというふうに思うんですが僕の コラムを読んでらっしゃった方はもうほぼ全員知ってる話を今日は改めて youtube をご覧の皆さんにですねしておこうかというふうに思います日本人って本当にメディアリテラシーメディアを疑うという発想がないんだよっていう話なんですけれども僕はですねすでに何度もこの動画配信チャンネルの第一話でも言った通り僕は放送法を改正したいんですね 放送法を改正して公平な報道や情報っていうのを流すべきだというふうに主張していて今はもうだって特定のイデオロギーの方向の偏った変更報道っていうのはむちゃくちゃ多いじゃないですか僕それあんまり好きじゃなくて。なんで僕がそれを言い続けているのかっていうと日本人はああまままりにも素直でで真面目すすぎるるとこころがあるかららなんですこちらまずご覧いただきましょう今から5年前内閣府が調査した2014年度の「 メディアの信頼度という調査です確かに10代とか20代とかは少し低いんですけれども実は日本人全体としてテレビや新聞インターネットに対してですねどれだけの人が信じているのかというそういうグラフなんですけれどもなんと日本人全体の特に新聞は70.6%の人が信頼をしているっていう実はこれを皆さんあんまり知らないんですよ。 世界的にはありえない話なんですが新聞は70.6%テレビは67.3%の人が「信じてる」って答えてるんですよ。これはありえない話で。世界価値観調査っていう少し古いデータがあるんですが世界各国の新聞テレビ雑誌への信頼度っていうのを2010年から2014年の間で O. E. C. D. 加盟国で調査しているっていう数字があるんですよね。で、それをご覧いただくと分かるんですけれども。信頼しているっていう人から。信頼していないっていう人を引いた数値がこちらです。オーストラリアマイナス六十五点四パーセント。アメリカ合衆国マイナス五十二点八パーセント。お分かりいただけるでしょうか。一番端っこに。 我が国日本があります。信頼しているという人が70%を超えてしまっているので、信頼しているという人を引いたとしても、45.5ポイントのプラスという数字になっています。これは OECD 加盟国世界、世界35カ国の経済協力開発機構の中で、最も信頼しているとも言えますし、 疑うことすらしないつまりメディアリテラシーがめちゃくちゃに低い国という数字になるんです。新聞やテレビ雑誌のことをどれだけ信じていますかという質問が来て信じてると答える人ってアメリカは湾岸戦争の頃にも随分メディアが盛り上がったのでいいないんですヨーロッパ諸国でも30%前後なんです。 普通信頼してるかって言われて世界中で70%以上の人が信頼してるなんていう国は本当に日本しかなくてお隣の中国であってもメディアやテレビを信頼してるなんて言ってる人は50%ぐらいのもんなんですこれがね僕はいただけないところだなというふうに思っていてつまりメディアが洗脳しようと思ったりメディアが戦争を煽ったりメディアが反安倍って煽ったら 国民ごそーっとそっち行っちゃうっていうそういう話になっちゃうんですよ僕こんな怖い国ないなと思っていてだって僕が言うのもなんですけどメディアって株式会社じゃないですかメディアって言ったってお金儲けさせてもらってるんです お金儲けさせていただいてるということはスポンサー様からお金をいただいてるんだからスポンサーに対する忖度なんか当然あるしお金の関係がある芸能事務所との忖度なんかあるし皆さんが思ってるほど別に公平公正な報道なんか少なくとも今は行われていないっていう現状です。じゃあこの国民をちゃんとエデュケーションして教育し直して 日本国民全員のメディアリテラシーを上げてみようこれは必要なことですし間違いなくやらなきゃいけないことですけどすぐできますすぐできないですよ。そんなに簡単に人間って変われないです。こう考えると僕は法律の条文とかを変えてこういう現状があるんであればある程度公平で公正な最低レベルまあそうだよね。 まあ、いろんな意見があるけどあとは選んでくださいねっていうメディアにしないとまずいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でないと僕は日本が歪むと思う具体的なことものすごく具体的なことを言うと例えば特定の大きな国があって大きな国は言うまでもなく国だから国家予算がものすごい予算があってその大きな国が日本のこういうところを潰そうかなというふうに思って お金などをドーンと多少投下して国家予算からすると誇りぐらいの金額ですけれどもそんな数百億程度のお金をドーンとおろしてで徹底的にメディアで工作活動を行ったらですね日本人は本当にそっちに70.6%の人が流れますよって話なんですめちゃめちゃ危険じゃないですかそんなこと僕は放送法4条っていう公平公正中立 多角的な視点があるものはできるだけ並列にその多角的な視点を扱うことと決められた放送法4条は日本のライフラインだと思ってるんですこれを今の日本のメディア全然守ってない何か裏で力が働いてらっしゃるのかなっていうぐらい守ってないこれは日本を変な方向に子供たちの世代に渡す日本を変な方向に 誘導するる危険性があるので僕はこれを変えたい放送法をどうしても罰則規定作りたいんですって言ってできればそのために国政に行きたいんですって主張をしているのはこういう OECD 加盟国諸外国と比べても恥ずかしすぎるぐらいのメディアリテラシーのなさが日本人の根底にあるから僕はそう言ってるっていうことなんですよね。この数字 皆さんどう思いました僕は結構衝撃な数字だと思いましたけどね長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みますお楽しみに